心が強すぎる16歳に対する一般先生たちの反応集。冷静に考えれば花子と一緒に補習と試験受けてるから、高等部なのはわかるんだけど、なんとなく中等部生だと思ってたよ。心が強すぎる16歳。かわいいかわいい光。心が強い生徒なのか？心の強さでもう一丁。ヘイロー破壊爆弾。見ろ、コンクリートの白い花が咲いてる。だって。しかし目の前でひふみが殺されても、心はまっすぐなままかな。世話になった沙織と小春を殺しかけた時は、さすがに心が折れかけた。あずさもう無理、あずさだて、あずさはい。心の強い方向性がちょっとおかしくない？アスファルトを突き破って咲く花系女子。ミカの気まぐれな善意と沙織がかすかな希望がすくい上げて、先生と友達が支えてなんとか繋がっただけで、一見強いようでとてもか細い光だ。あずさは私が育てた。バニニバニ？セイヤちゃんもびっくり。アスファルトに咲く花の擬人化。バニタスバニタータムエトウムニアバニタス。だとしても、ニーチェの言うところの超人一ポテ前。教えてやる。心の強さが無意味だということを。虚しい虚しい虚しい。沙織たちに出会う前から心が強い女。出会ってなかったら死んでただろう女。城前沙織の技術をすべて受け継いだ正統後継者来たな。あいつしれっとアリスクすべてに教えたとか言ってるから、スナイプとロケランもできるぞ。お前に溺れたふりして重い人の気を引くことを教えたのは私だ。お前に雑誌の話題からシームレスにお腹見せることを教えたのも私だ。お前に子供扱いしないでと言い張ることで、逆に子供扱いされる方法を教えたのも私だ。お前に私も知らない子供の作り方を先生に教えてもらう方法を教えたのも私だ。友達からもらった宝物のぬいぐるみに、ヘイロー破壊爆弾を仕込むことも教えたのか城前沙織。私はアリウスの全てを受け継いだ正当な生徒会長である。黙れ。16歳の頃の自分って何してたかな。少なくともテロや二重スパイできる精神状態ではないな。16歳なの？でもただのトリニティじゃねえぞ。何度でも心の強さで立ち上がり前に進む。ド級のトリニティ。トリニティだ。ここだけ切り取ると、ド級の花子みたいな印象。なんか過去のエピソードで心が強くなったわけではなく、元から強い。誰かから教わったとか誰かに憧れたとかじゃなく、元からなんか強い。このお方をゴミ箱扱いした不届き者がいるそうだ。消されたんだな。友達のくれた大切なぬいぐるみ爆弾にするとか、もう後戻りできないやつあれ？本人も後戻りする気はなかった。バッドエンド絶対に認めない普通の子が追いついて引っ張ってきた。この心の強さでさえ沙織が死ぬと本気で折れる。バニタスバニタス。しかしそれが日が折る理由にはならない。さすがに友情を犠牲に家族を殺そうと時は折れかけた。折れなかった。こんな私にも理解ある普通の女の子がいます。普通かな？何年も一緒にいた沙織ですら、あずさの心の強さを見誤ってるのなんなの。普通かな？普通かも。ああ心壊れちゃった。そりゃ壊れるよな。自分で持ち直してるんだけどなんなのこの子。ただ任務ドタキャンしたのでアリスクはともかく、アリウス生徒からマジふざけんなよって思われてそう。ああ心折れちゃった解散解散。この後の展開なんか見なくてええするせいやわさ。こんな心が強い奴がいると困るので、教育でへし折るかヘイローを割っておく必要があったんですね。なんか割って入ってきた。友達のプレゼントを罠に利用し家族を殺そうとした。最低だ。だて。はい立ち上がります。すべてを諦めさせる力だ。立ち上がったけど後戻りできない覚悟は決めてたよね。裏世界のすべてを支配するファウスト様が、うるせえ知らねえ下から救われただけで。心が強い女あずさ、犯罪集団のボスひふみ、トリニティの体現者花子、正義の小春。沙織生きてたから再起動したけど、本当に死んでたらあのスチルみたいに絶望してそうだ。来るなら来いあずさ。教えてやる。すべては虚しいということを。最終編のバッドエンドスチルでも、アリウスの殺害はできてるからな。自分一人でもアリウスに立ち向かおうとしてたのは心が強いすぎる。あずさの命を助けて、付きっきりで指導をしトリニティに生きる希望を与えた上で、なんかすべては虚しいとか言ってくるよくわからない指導者の城前沙織だ。ミカと出会って希望を持ってからベアオバに再度折られてるからな。幼少期からのストレスと力を閉じ込めなどの教育で、完全に頭おかしくなってる。あの後沙織も心の強さでもう一丁。
ってアリウスから逃亡した後姫奪還に勝ち込みに行ったからな。いやあれは体も強かったけど。ホラーズさ。知らない横乳の人の強さでもう一丁。エデン条約編は実質ドリトライだった。そこって普通、他者との関わりとかで再度立ち上がる場面じゃないですかね。心折れてうずくまってるところを、誰が立て直すんかな？え？自力？うわ、あずさ絶望してるじゃん。だから嫌だったんだよ。スラム生まれ少年平泉脳から、スパイ任務中に黄金の精神で裏切り二重スパイって、アリスとあずさは特に設定盛りすぎじゃないと思う。ただの怠慢じゃねえぞ。知らないゲヘナの横乳の力で何度でも会心爆する度級の怠慢。あずさが高潔でヒロイックなのは間違いないけど、納得できないで願えるのはミカとサオリ切れていいよ。いやミカは切れんなよ。お前がもともと理屈はないけど、相入れないってだけで取りに手落とし入れてんだから。いや元は理屈はないけど、仲良くしたいってのをベアオバに利用されたんだろ。セイヤをちょっとボコスノを殺害してないしちゃったから、もう乗っ取るしかないがクーデターの発端だしな。でもトリニティとの和解に送るなら、アズサって選んだのはその二人だし。潜入させる奴を暗殺にも使うの何考えてたんだよベアオバ。ジーパーティの力が強いんだ。力が強い奴は挫折することがないからな。ミカやヒナなんてあっさり折れる。心が弱いんだ。引く磨きそうな感じだったが、そもそも戦いに行くための覚悟を決めるところなので、普通よりの低みでは立ち上がらせることはできない。セイヤちゃんからサオリに勝てなくて、絶望までの話は聞いててやってるんだよねアズサ。強すぎる。自力っつっても確か立ち上がれなくなりかけてた時に、立ち上がるきっかけになってたのは、補修需要部での思い出が支えだったぞ。ほら私。心の強さでもう一丁。政治家の力が強いって、普通は権力とかそういう方面じゃねえのか？アームストロング。気に入らない奴はぶん殴るじゃんね。難しいことは置いといて、殴り合って勝った方に従う世の中に変えるじゃんね。ミカは中世に生まれるべきだったな。キボトスに中世があったかどうかは知らんけども。結果的に失敗できたけど、ちゃんと殺人の覚悟決めて実行できる胆力。あそこでサオリ殺してでも、アリウストリニティゲヘナヒフミから追われる終わらない逃亡生活になっただけで、心は折れなかったと考えられる。私は高梨星野みたいにはなれないの。白モップもいるから余計に強く見える。ああ早くアズサとサオリの和解編やんねえかなー。もう二度と出会わないってパターンの方が美しくない？何げ姫より年上なんだよな。ティーパーティーは権力が強い割にあまりにも心が弱い。自分が暗殺対象になってるのに、次に託すために自分を釣り絵にした暗闘を始めるのは心が強いんだ。親しい人を見る目が弱いんだ。ひふみも自分すらも生贄に捧げてもミカを守ろうとするのはすげえんだ。そのミカが犯人だから最初からどうしようもないんだ。PV4 見るに、本編だとサオリもアツコも生きてると分かってたから立ち上がれたけど、本当に殺してたらさすがに心が折れてたっぽいな。キボトス人は基本死なないから死に繊細。機銃持ちだらけのトリニティで、ほぼ元の M4 に握ってるのが異物感あっていいよね。異物だったわ。教えてやるじゃんね。圧倒的力の前にはアリウススクワットなんて無意味だってことを。万全サオリは結構期待できるんじゃなかろうか。少年兵として、あの世界で禁忌扱いの殺人前提で、訓練叩き込まれ続けた奴が勝ち筋あるかもみたいな扱いの、特に訓練とかしてなさそうな姫って何なんだろうな。姫もスクワットだから訓練してるだろう。ミカはどの立ち位置なんだよ。私は何をしているじゃんね。多分サオリ以外の全方位が、こっちが聞きたいと思ってるよ。サオリが納得してるのが、当事者たちだけで完結してる。勝手に戦え。勝手に戦ってる場合じゃねえ。そもそもサオリはなんで戦えてるのかが謎なんだ。アズサの師匠だぞ。心が強いんだ。自分が守ろうとしてた奴が黒幕とか、ナギちゃんピエロすぎるんだ。それでも救出部隊を自分の首をかけて送り出すのは、心の強い幼馴染なのか？もう無理ってなってるところから、まだやるべきことがあるって動き出すのが早すぎるんよ。普通なら立ち上がるまで一周挟む奴なんよ。お目目が綺麗。すべて虚しいってなってるのに、姫殺されかけたら顔真っ赤にして蹴おるサオリは、正直どういう感情で見ればいいかわからねえんだ。バニバニ言ってるのは、ベアオバに植え付けられた思想であって、本心じゃないから。ああ早くティーパーティー3人の和解編やんねえかなー。先生の指揮が強いんだ。
バッドエンドルートでは自分で立ち上がるまでは良かったけど、本当にスクワットというか姫をやってしまい本当に壊れたんだろうな。ドリトライ定型でもぐっと来てしまう。来るなら来い城前沙織。殺してやる。